にちは。漢方薬剤師中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、中尾先生もドラッグストアって行くんですか？近所にあるからね。なんか近くのドラッグストアで買った方が早いやと思って行っちゃうんだよ。そのこともあるんですね。ああ、うん、ただし、あのもうこれ薬の裏側って知ってるから、ドラッグストアの裏側も全部わかるわけよね。そしてやっぱりこドラッグストア一押しっていう風にドラッグストアが入ってる 薬があったら、あ、これ利益率が一番高いんだなと俺思っちゃう。だから、ね、効く効かないとかわかんないけど、やっぱり目玉の一押しにしてる製品というのは、そのドラッグストアが儲けるから、うん、それを一押ししてる。だからみんなそれを進めてる、っていうのが一つの裏側。はい。うん、だからそういったのは大体ね、そういうふうに、あの大きなメーカー、テレビ CM かけてるメーカーが、もう、ダーンと売ってしまえ、せっかく CM かけてるんだから、もう安くするから、うちの商品売ってくれ、うちのメーカーも儲かるかっていう形でやってる姿が、はあ、おすすめなんだと思って選んじゃってました。うん、例えば有名なもので、ファイトは一発、はい、なんとかできあれね、あれは1本150円で、はい、1ケース10本買ってるんで、あの1000円以下にはもう なったとかなんかほぼない。なんでかというと、そのなんとかできっていう会社は絶対値下げしない。つまり、うん、限界いくらなんです。例えば薬局に入っている仕入れの価格がなんとかで言えば100円なんだけど、原価は瓶代がおそらく10円ちょっとぐらい、15円とかそんなんだけど、入っている水とドリンクの成分の中身ってほぼさビタミン代じゃん。あんな一錠ね、4円15円やんね。ほんと20円しかしないものが150円売られてるでしょ、原価。ほんで仕入れが、薬局に入る仕入れが80円がそのコストになるんだよね。その中に広告料、テレビ CM 料いくら入ってるの、って考える、はい、そうするとなんかテレビ CM でボンってやってるやつはかなり原価が安いんだもん、ね、その分広告料に行ってんだもん、ね、はぁ、そうすると僕はそういったのはまず買わない。へぇ、大した成分が入ってねえんだなというふうにちょっと捉えちゃうから。そっか、でもテレビ CM 代に確実にお金使ってますもんね。何億とかね、何十億とかいっちゃうから、一般の小さい会社はそんなの絶対テレビ CM はかけられない。はい、うん、そしたらやっぱり小さなメーカーね、奈良県とか滋賀県とか三重県とか富山県とか、なんかそういった昔の薬の作ってたとこ、はい、そこら辺の県名の小さなメーカーだったら、これはちょっとなかなかいいんじゃないかなとか思って買っちゃうね。あ、それでよく肩こりが腰痛とかね、あのシップとかあるでしょう、はい、でも僕はやっぱりね、体が温まる成分があって、例えば唐辛子のエキスとかもそうなんだけど、はい、そんなの入ってるやつはよく使う。へー、うん、だけど僕のおすすめは例えばこれなの。うん、これ自分が勝手に使ってるだけだけど、はい、こういう風ななんか古い薬みたいなのがずっとあるのがやっぱり愛されて廃れないということは、それだけ固定のファンがついてるという、そういうものを選びにドラッグストアに行くっていうのもありじゃないかなと。はい、うん、でドラッグストアはやっぱりそこにやっぱこう店員さんとかもやっぱいるから、はい、まあ、店員さんがよく話を聞いてみて、ちょっとそ軽い相談をしてみて、うん、この店員さん、詳しい、なかなかやるなとかいうふうな人だったら、その人にいろいろ聞いてやっぱ仲良くなっていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。はい、動画の内容を必要な人にぜひ教えてあげてください。お問い合わせはこちらまで。